日本放送協会日本放送協会放送局の一覧 NHK 大阪放送局 NHK 大阪放送局は大阪府大阪市中央区にある日本放送協会の放送局である現在の正式名称は NHK 大阪拠点放送局であるが従来の拠点を省いた名称も広く使用されている近畿地方2府4県における NHK の拠点教区 歴史的経緯やその規模から第二の NHK 放送センターと考えても良いが NHK はあくまでも全国単一組織であるため大阪放送局を指して純喫局と呼ぶことはない大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県の近畿地方共通の番組や大阪局ローカルの番組そして看板番組連続テレビ小説を ほぼ半年ごとに制作するなど全国向け番組も多く制作している。西日本のお笑い芸人のステータスの一つとも言える NHK 情報漫才コンテストの主催も行っている。2001年11月、旧大阪放送会館の上、街筋を挟んだ旧大阪市中央体育館や土地に新たな大阪放送会館がオープン。コールサインのジョブックから、 BK と呼ばれることもあり、次局でも BK の故障を使う。総合テレビの番組編成は、他地域の各放送局に比べ関西ローカルへの差し替えが全時間帯において極端に多いことが特徴である。直下型地震による被災や放送設備のトラブルやテロ、有事など何らかの事情での NHK 放送センターが機能不全に陥った場合、 大阪放送局でテレビラジオの全チャンネルを代替創出できるようになっており、屋上には衛星への創出設備が設置されている。なお、試験電波を除き、これが使用されたことはない。さらに一万一の場合に、東京、渋谷の NHK 放送センターの役割を大阪で代行できるようにするため、番組運行系、制作系システムをはじめお天気カメラ、安否情報、 テレビの同時サイマル配信、IP サイマルラジオサービス2社等の各種システムのバックアップが設置されており、日頃から訓練に努めるなど、公共放送を担う NHK としてのバックアップ体制が取られている。その一環として、2020年10月からは前、大阪放送局長で現、NHK 理事でもある、住秀夫理事職兼任の上で、大阪放送局長に復帰させ、 大阪に駐在させることを発表した。NHK 総合のリモコンキー ID、リモコンキー ID を在反広域民法4局は、すべてアナログ放送のチャンネルを引き継ぐ。これに対し NHK は、他の関西圏内の放送局も含め、総合、E テレともに引き継がない。5大都市圏の NHK 拠点局で唯一、NHK 総合はアナログと異なる番号になった。 大阪府域局だが、兵庫県の阪神平野と大阪湾沿岸、京都府の山城盆地一園、奈良県の奈良盆地全域、滋賀県を移し、富士台、和歌山県和歌山市大川、三重県伊賀地方等でも受信可能である。大阪府外で、市長の場合は3桁表示は011から1、または011から2と表示され、リモコン番号1 c a は、 地元の NHK 総合となるため、例えば CATV の米コミュニケーションズでは 9CH に設定される。2011年7月24日、定波時点総合テレビのチャンネル番号について、開局当初の NHK 大阪総合は 4CH で送信されていた。チャンネル番号が変更されたきっかけは、毎日放送と読売テレビ放送の周波数割当てに対して、 勝利木末太郎が NHK 大阪総合 4CH から 2CH へ変更し読売テレビ放送を日本テレビと同じ 4CH にするよう提案したからであった。近畿2府4県内の新聞テレビ欄やテレビ雑誌でも NHK 総合は2と表記されていた。近畿1府4県内のあるケーブルテレビ局では大阪総合の再送信廃止を機に 地元の NHK 総合 2CH に変更したケースもある。大阪府外の近畿一府4県で大阪局を受信できない場合、地元の NHK 総合は対外リモコンを2に設定されていた。例えば、兵庫県の場合、神戸市北区西部、三田市、丹波、万州、田島では NHK 神戸総合のリモコンを2としていた。第2放送は、 国内の中波送信書では、札幌、秋田、本局、熊本とともに高出力を誇る。2021年3月29日以降、現在の番組の詳細は、公式サイトの大阪局制作番組一覧を参照。太字は NHK プラスのご当地プラスにおいて見逃し配信を実施している番組。なお、こちらも大阪府域向けの定時番組は、 制作されていない地方のニュース、気象情報、お知らせとなるため下記の専属契約アナウンサーは大阪局の公式サイトに記載されていない。大阪局は昔から外部人材を積極的に実局番組に起用してきたこともあり、専属者は報道部所属の報道番組担当者など一部に限られる。またローカル枠のうち10時55分、11時50分、 12時55分、13時55分、15時55分に放送されるラジオ第一の関西のニュース、気象情報、お知らせを担当する場合もある。主な人物に限る。現在の放送会館は、大阪市中央区大手前4丁目1番20号に所在するが、旧放送会館は、馬場町に所在していた。このため、コールサインジョブックは、 ジャパン大阪万馬長角の略であるというジョークがあった。NHK ラジオ第一放送の関西発土曜サロンのパーソナリティ、佐藤誠は番組冒頭で必ず、このジャパン大阪万馬長角を挨拶代わりに用いていた。2001年の放送会館移転後はジャパン大阪万馬長の近所に改めている。アトリウム外観、NHK 大阪声プロジェクトの イメージキャラクターとして、全身タイツの広報大使、ボイスマンがいる。2018年4月13日対案には、ご当地どうもくんのおばちゃんどうもくんが誕生し、大阪放送局公式ツイッターでの広報活動も担当し始めた。大阪放送会館の局者、施設公開イベント。旧放送会館時代は、NHK 展、触れ合い広場の名称で開催していたが、 現在は、ビリワンダーランドの名称で11月の文化の日、前後の週末に、また春にも、ビリ系桜祭りとして3月の春分の日前後の1週間程度開催している。放送会館、NHK 大阪ホール BK プラザ1階アトリウム周辺、屋外を会場に、毎回テーマは異なるが、大阪放送局制作番組の公開放送、 新作アニメやドラマ出演者によるトークイベント、人気キャラクターのステージショー、最新の放送技術を体験するコーナーといった幼児から年配者までを対象にした様々なイベントが行われる。秋は放送中の大阪放送局制作、連続テレビ小説をメインに美術セット見学や出演者による連動イベントが行われることが多い。NHK 大阪放送会場に アニメソング限定のドジマン大会、アニソンのドジマンの公開収録や、大阪放送局85周年、公式マスコットキャラクター、ビーキングによる全国の NHK 地方局キャラクター、大集合イベントといった企画が行われたこともある。ありがとうございます。